ちゃんと同部屋です。ヨナヨナがまたあの白出ます、うん、出演します。出演ヨナヨナ、え、なんか白くなった前より。え、うなちゃんがまた今日もこのデカデカぬいぐるみをお風呂入った、スーツケースに閉じ込めてきました。やばすぎる。毎回お泊りの時に持ってきてるね。この前いつ泊まったっけ、一緒に同部屋、結構前だよね。え、いつだろう、だいぶ前だよね。こんばんは。大阪泊まらんかったっけ、なんかさ、あの前の時直接お話し会とライブ、あれ同じ日にやったっけ、いつやったっけ。みほりんの、うん、みほがいた頃、卒業の日、3月末お東京だったっけ、大阪だったっけ、泊まらんかったっけ、あれどうやってお話し会、いや、泊まったか、泊まったっけ、いや、あの時一緒だったっけ、どうやったっけ、でも久々な気がする。あの赤服食べた時じゃない、最後みほと3人で。じゃあ大阪かな、どこだったかな。こんばんは、そういすけさん、はったきゅうみさん、しんじゅ、こんばんは、ラブジーヌさん、だるま、今日はありがとう、こちらこそありがとうございます。今日はゆなやなの初日でした、イエイ、ありがとうございました。ラブジーヌさん、しんじゅ、つぼゆすけさん、ハート、あ、メールの返信よかったらツイートが嬉しいです。ポストよ、ポスト、うん、え、ポストっていうようになったんだ、いくつになって。そうらしい、ポスト紛らわしいよね。なんか手紙落とすみたい。カメさん、お疲れ、ありがとう。いっちゃん、お疲れ。ゆうたくん、お断りです。しゅんさん、お疲れ。ぼんやりさん、お疲れ。しんいちさん、お疲れ。ゆうたくん、レインボースター。クックさん、お疲れ。じんらいさん、お疲れ。ぼやきーさん、お疲れ。さゆっちさん、ハート。カードリさん、ハート。パイノミさん、ありがとう。クロさん、お疲れ。おみかんさん、お疲れ。いっちゃん、お疲れ。お断りです。おみかんさん、ありがとう、こちらこそ。え、みちさんのメール嬉しい、乗ってたって。ひろしげさん、だるま。ふくちゃん、お疲れ。かめさん、お疲れ。いっちゃん、アイス。クロさん、ハイビスカス。りょうへいさん、アイス。スレッポエモッチさん、レインボースター。ひろっちさん、アイス。トールさん、お疲れ。平手おじさん、X、レインボースター。クロさん、アロハ。 X って読むのあれ、 X、 テンだ。テンなん、いや、わからん。大吉さん、お疲れ。いっちゃん、レインボースター。おスレッポエモッチさん、お疲れ。カツオさん、レインボースター。いっくん、お疲れ。いっちゃん、アイス。しんいちさん、アイス。あっちゃさん、かわいい。しゅんぼうさん、レインボースター。そわっちゃさん、お疲れ。うっかりあんこさん、お断りです。こんばんは。今日はこれなんだ、天むす、天むす意識の髪型でございました。今日の STU チャンネルの映りはこの前と比べてなかなかに良かったです。福岡の時がやばかった。うなちゃんがパピコ食べようとしとる。美味しそう、もう溶けてさ。確かに、冷蔵庫に入れるけん。やばい感じで開けてこようかな。西さん、お疲れ。いっちゃん、トロピカルジュースじゃなくてなんだっけ、ココナッツジュース。陣内さん、ありがとう。そう、まつげめっちゃ上がっとんの。虫の足かなって。あ、大丈夫。夏終わりたくなくなった。わー、星投げてきます。あ、星投げてきて、イベント中のメンバーに。ほんとよ、ね、いっぱい星あげちゃうよね。え、今日出てるメンバーはおらんか。そう、おらん。うなしか、うな出てない。うなしてないから。ひりあすみんさん、ハートありがとう。明日リネは、リネはしてないかも。あ、じゃあ大丈夫か。うん、忙しいね、ツアーってイベントもあったらね。アイスクイーンのアバター今日からみたいなのでゲットしてください。でもこれにしたらさ、なんかみんなのアイデンティティが失われている気がして、みんなの個性がね。私 STU チャンネル間違った、 STU チャンネルか、あの明後日出るんですけど、今日の夕方に知りました。ツアーが始まる数十分前に知って、まあ、一応泊まりの用意は2泊分用意してたから、
なんですけど、今日知りました。びっくり。へ、私アイスアバターに変えたのにフェイラルズ、本当だ、名前に気を取られていた。そうだよ、明日もあるんだ。だいぶよくわからん名前になってるけど私です。ね、謎の名前だと思った。星を全部他で投げたからアバターゲットできなくなった。じゃあまた明日ゲットしてくださいね。こんばんは。そう、今日知ったよ。おいしい、おいしい、甘いもいいね。いいね。パシャもアイス2個食べました。パシャも食べた。1個目は今日初めて食べるこのアイス食べたよ。初めて見た。どれ？中にキャラメルソースが入ってた。アーモンドプラリネアイスだって。あとはジャイアントコーンの黄色です。名古屋限定？わからん、見たことない。どうなんやろね、見たことなかった。新作なのかな。僕じいさん真珠ありがとう。初日どうでした？緊張しました。ねえ、ずっと緊張しとったね。うな太郎もう忘れたらしい。全ての記憶がなくなったらしい。明日は出れないよ。こんばんは。浦部さんアイス、新一さんカップアイスありがとう。いっちゃん真珠ありがとう。のぎんさんココナッツジュースありがとう。陽キャ、超絶陽キャがいる。私超絶陰キャだよ。バトリア緊張する。だってさ、あかりんさんとかってさ、 SKE さんとの交流めっちゃあるだろうからさ、うん、STU チャンネルの時私浮かないか心配だ。え、誰が出る？ちゃんと見てないよ。パセット、あかりんさんとみなみさん、んと SKE さんのメンバーさん3人、3人3人で。そう、ウナは今日でバイバイです。え、ウナも出たかったな。8期生さん誰かおらんかな。どうだろう。え、でもスキーは誰も覚えてないかも。ウナちゃんね、スキーの時の子は覚えてるけど、今日ね、アフタートーク見てくれた方には分かるトーク。アフタートークマイキューさんとね、謎メンバーだったね。マイキューさんと私とウナちゃんでアフタートークでした。で、あの5分ぐらい喋ってねって言われて、5分経ったかなと思って終わったら3分ですって言われた。え、結構喋ったけど。え、めっちゃ喋ったよね。え、いや特にうなちゃんが頑張ってくれた。初日だから時間は知らんかった。感想をね。5分っていうのは知らんかったけど、そうめっちゃ気分的にはさ、10分ぐらい話した、うん、ね、思った。あ、長引いたなと思って終わったら3分って言われた。え、アイシング中。そう、ラーメン屋さん、わーん、いいなー、ラーメン。筋肉痛にもなるし。みなみさん、SKE とのニコ生共演最多出演、やば。もうプロじゃん。パでーす。どうもパでーす。そう、パセット同部屋で。そうだって。皆さんお疲れ、実さんハート、あきらさん50年だ。ありがとう。マイキューさんとも写真撮ってもらいました。いろんな先輩に写真撮ってもらった。一緒にあかりんさんも撮った。お、じゃあいっぱいメールで送れる ね。え、でも私の携帯にないの。え、あ、先輩の携帯で撮ったん。じゃあ先輩のメールに出てくるや。人見知りポイント。え、わかる。パセも今日はパセ、うなちゃんとしか撮ってないから今日。送ったっけ。送った、うん、ありがとう。パセもうなちゃんとしか撮ってないし、自撮りも今日全然できなかった。楽屋にスマホ忘れて撮れなかった。うなが貸してくれました。うなの画質大丈夫だった？何ともアップデートしてないけんさ。え、大丈夫だったよ。メールでも送った。
ありがとう。今容量がいっぱいすぎてやばいの、スマホ消しなさい。128かな、多分絶対いらんやつがある。なのに127点なんぼとかで、うん、あの LINE のアプリがダウンロードしたいことになって一回、うん、消えて、でもう一回なんかログインし直したこの前。え、 LINE を？そうそうそう。え、トーク消えるやん。アイコンもあるんだけど、うん、iCloud なんかどっか行ったんや。へ、で写真消してもう一回ダウンロードして、あのメールアドレスとか登録。えー、えんどくさー。え、めっちゃ焦んだマジで。 LINE 消えるのはやばいわ。終わり際に前の方にと女の子と話したけど、友達話してないよ。そう、ポニーテール話してないよ、女の子と。私ユニット出ました。いっちゃんカップアイスありがとう。芋けんぴさんカップアイス。徳島のひーくん、ココナッツジュースありがとう。明日は4時起き。えー、え、それな、久しぶりに星の時間もしかして。うな太郎、そうか。なんかの歌わりの時に、うん、コールあった。めっちゃ言われた。ユニットか、ソロのところか。ああ、ステージ伝えた時ポニーテールね。嬉しかった。ペンラン持ってきてないんだ。ありがとう。今から名古屋で夜アイスするね。夜アイスいいな。パセはもう夜アイス済みよ。コーヒー、今日は特にダンスにキレがありました。やったー。パピコいります、食べかけ。うなちゃん、え、気をつけて。はい、ってコメント欄で来た。すいません、そうよ。しんいちさんアイスありがとう。ハロコン広い、なんか15分しかせんの。あんま15分経つわ。嘘、早っ。クロさん花束ありがとう。うなうな、毎日配信、朝もしてきた。他のメンバーにも線送ってごめん。いいよ、いっぱいコールして。喉は無事ですか？もう空っぽです。もう両方食べた。明日参戦します。リプを見たよ。リプ、リプっていうのかな。え、X ってリプっていうの、なんていうの、返信。リポスト、リポスト、え、それはリツイートや。リプかな、見た。リプはリプじゃない、返事ってことじゃない。リプか、もう難しい。ヤスベイさんアイス、マチャルさんお疲れ。そう、明日も1公演。でもリハール兼実質2公演。ほんまな、それ、ねねえ。え、でも今日リハなかったら絶対死んだったような。夕方まで自由時間ではないですね。リハーサルとかあるから。明日メンバー変わるからね。パセさんお疲れ様です。で、見たコメントが、うなちゃんとかに。なんかうなの体勢が、あの千と千尋のかまじいみたいな、なんか足や。かまじい、うん、マジでさ、めっちゃ汗かいてきたね。うん、雲みたいなやつ、ね、ストーチのクーンの表情の質の最高だった。そう、今日はもう悲しかった。そうだよ、もう瀬戸内の声、もうなんかメンバーがみんな卒業発表してくからね。瀬戸内の声を歌うと悲しくなるわ。ミニディシーちゃん先生、お花ありがとう。ミニストップ行かなかった。でも名古屋いっぱいある、すごい。ミニストップいっぱいあるん、名古屋。うん、あった。そうな、広島ないやつだっけ。うん、あのアイス、メンバーがめっちゃ食べるとこ。アイス、うん、メンバーが限定みたいなのあったん。え、ユニストップ自体がないけん、うん、広島に STU メンバーが、うん、遠征するたびに、うん、ユニストップ、ミニストップって言って、あのアイス買いに行くとこ。へ、そうな。行く。え、もう行けないんじゃん、明日いないんじゃん。バイバイ。いないじゃん。こんばんは。ピオリン食べてないね。食べたい、食べたい。うなちゃん帰んの明日。明日差し入れで来るかもみたいなこと言ってたよ、さっき。え、誰が。マネージャーさん。えー、うなちゃんの分は。うなのないし。じゃあ自腹や。
で駅で買えないんですかって言ったら駅はめっちゃ並ぶよって言われた。ああそうね。しかもね、小川さんが言ってたやつ、鬼まんじゅう。うん、あ、鬼まんじゅう食べたい。ポセモン、もう明日差し入れ来るかもって言ってた。へえー、なんでうなか知ってんの。駅あんまりいかない、駅みんな一緒にエレベーターなって。えー、そうだろう。会場から出るときにアンビーとココアさん、パセリは下手側もいる、パセリ下手側もいる、上手側もいるけど、キャンバスボード続きました。お、ありがとうございます。夜行バスで帰ろうかな。ねえ、一人夜行バス乗ってみたいんやけど。え、名古屋から長崎まで乗ったことあるけど、マジでもう、あ、オーディションの時、うん、やばい、やばい、日帰りだったから特に朝来て、また夜帰ってたら。すごい、ゆすきさん、片道ならさ、まだ行けるんじゃない？帰ったら家で寝れるって思ったら。ああ。でも首痛めるかも。うん。パスいつもね、こうやって寝ちゃう。うん。でめっちゃ使う。え、ユニバとか行くとき使ってみたらいいじゃん。近い。大阪だったら近いじゃん。こんばんは。しんちゃんさん、レインボースター、ありがとう。鬼まんじゅうおすすめのお店がある。えー、どこ。え、どういうこと。鬼まんじゅうってさ、もみじまんじゅうみたいにメーカーがいっぱいあるってこと、うん、なのかな。なんですか。そうなの、どうなの。どうなんだい。え、そう、ボールが、え、私が今日投げたボールさ、一番最高列まで届いた。え、マジで。うん、もっとガチで投げればよかった。めっちゃ優しく投げた。えい、誰の元に届いたんだろう、サインボール。私はツイートされとった。え、マジで。パセで神戸の時メンバーの家族が撮っとったんよ、たまたま。え、やったやった。うん、びっくりした。関係者席に投げたみたいに言っとったよ、ね、え、違うの、普通の客席にいたの。え、あれ、チコだっけ、2階に投げたみたい。え、リハでは2階に投げたんやけど、うん、え、リハで投げてスタッフさん回収してくる。うそ、大変、ごめんなさいね。それもちょっとシュール。そう、普通に客席に投げたら、たまたま知らずに。和菓子屋に行けばあるって。早起きして和菓子屋に行く。和菓子屋、和菓子屋さんに行けばどこでもあるってこと。鬼まんじゅう、鬼まんじゅう。みんな明日もゲットしてくれよな。えー、いいな、ボールだけ投げに行こうか。トゥルルッテトゥルッテトゥルッテ。投げて帰る。だから衣装ももう私服のままこのまま行くね。その、うん、T シャツ短パンでスタッフさんのふりして、うん、あのボール持っていくふりしてそのまま投げる。全部投げないよ、メンバーの分。16と17とか明日ピーナッツも一緒に投げちゃう。ドンキにあるって。え、どういうこと。え、鬼まんじゅうが、どういうこと。ドンキホーテ、うん、だって。ガードリーさん、カップアイスありがとう。スーパーに持ってる。だってパ、パです、パだよ。見てくれた、パのこと。ドッジボールの敵ね、どういう角度で配信したん。マユコ、もう寝る体勢。寝るの、もう疲れた。疲れたね、お疲れ様よ。もう今日マジで終わるまでずっと気が張っとった。ほんまや、集合写真撮りに行って、サングラスメイクで、ね、ボール投げ て、 投げて息をする心一人増えとったもん、気づかんかもしれん。みんなのおもちゃ回収してくれ。あー、よろしく。黒さん、回復薬ありがとう。オーグルダイヤモンドもう円回るところから、うん、混ざる、いけそう。カメラの向こう側まで投げてください、頑張ります。カメラの向こう側ってお客さんいた今
え、違うよ、カメラ DMM じゃないあの ST チャンネルの人にそうそういうことだよ。ボールカメラにめがけて投げたら届くんじゃない？割れてさ急に配信止まるって狙ってみようか最悪駅地下に売ってる？これ私のレッスン着です。 T シャツ短パン。デパートに行けばいいのか。ね、うなちゃんいつも短パンです、レッスン着。そう、こんばんは。暑いっていうのもあるしさ、うん、なんかアクターズの時の先生が、うん、足太いって思うなら見せなきゃ痩せないよって言われて。そうだから見せる時は、うん、見せてる、うん、え、なんか嫌じゃん、ライブとかでさ、うん、まあ、ライブは衣装やけん仕方ないけど、なんかイベントとかで私服で短パン着れるかは、うん、まあ、メンバーなら見せてもいいかなみたいな感じ、うん、で短パン。そう、太った時にそうやって怒られたことを覚えてる。厳しい世界や。たくさんお食べ。受験の時にめっちゃ太った。え、分かる、受験って太るよ。高校受験の時にそれ太る、運動量が減るもん急に。坂道 FC さん、信者ありがとう。部活やめたと同時に、うん、友達となんか勉強しようやとか言って、うん、マックに行ったりしよったんよ、うん、で、マックでちょうどその頃なんか3人セットとかあって、2人なのに3人セット頼んで食べて、で、帰ってからもう夜ご飯食べるっていう生活をしよったらめっちゃ。やばくない？3人2食やるね、夜2食。やばいね。そう、そしたらめっちゃ太った。そりゃ太るわ。でもあれよりこの前活動休止しとった時の方が、うん、太った。重さはね、ああ、重さはその時の方が太ったけど。うなちゃん学食が太るって言ってたよ。いやマジでそう、だって量がおかしいんじゃん、もいっぱい。え、だってご飯がこう大きめのお茶碗にめっちゃ山盛りでイカを釣れないの、うん、日本昔話に。でも本当にそうで、いや少なめでって言ってこうギリギリ、うん、何スレスレぐらいになって、でもまあお茶碗大きいけ、いやもうちょっと少なめでって言って減らしてもらって渡されたら、渡す時にえ、これ大丈夫って言われるの。それはもうおかしい、麻痺してるんやね、向こうも。学校の感覚がなんか出口よ。ST メンバーの食事見せたらびっくりしちゃう。いや本当にそう、みんな基本お米食べんやん。うん、食べんね。ね、メンバーさ、え、メンバー何食べとんやろって思わん？本当にそう、ガリガリすぎてさ、よく踊れるなと思う。食べてもフラフラするくない？去年お腹減っちゃったけどさ。うん、そうじゃん。なんかエンジンするときにお腹すいたとか言い出して食べなよって言ったら、もう本番だから食べれないって言ってね。時間前はご飯食べって決めた。そう、夜のお弁当の存在すら知らずに、さっきホテルに着いてから知ったんですよ、うなちゃん。あれお昼ご飯だと思っとった。あれ夜よ、遅めのお昼味噌カツ。取ればよかった、余っとったんかな。でもなかった、多分もうさ、暑いけん痛むけんさ、ライブ中に片付けられとった。片付けなかった、うん、2種類あった多分。そうなの？うん、え、しかも味噌カツでしょ。味噌カツとなんかもう一個なんかあった。天むすパセ食べてない。うなは持ってきた。あ、代わりはパセ食べなかった。天むす、え、いらんの？うん、そうなの。明日あるし、むくむかなと思って我慢した我慢。リコチが3つ持って帰ったんやね、だって。いや、リコチはマジで持って帰りそう。でも最近マジで頑張ってる。え、ジョジョ園ね、1年前ね、やばかった。いや、マジで美味しかった、ジョジョ園。ピオリンね、今日のひなさん可愛すぎんかった。ハマナピオリンだぞみたいな、リハからマジで可愛くて、もうえ、なんであんな可愛いんだろう。いや、マジ可愛いよね。うん、え、普段からああなんですよ。あの、きっとさ、
ステージ上だけあれで、裏では違うと思うかもだけど、普段からあの喋り方なんですよ。ひなみたいなさ、ひなはみたいな、ありがとうみたいな、あの声よ。常に相手、家族の前でもあれなのかな。どうなんだろう、気になる。可愛すぎた。生まれた時からアイドル。俊介さん、氷じゃない。エモスター、ありがとう。氷。氷落ちたからさ。うん。氷。聞い取られちゃった。島風さん、ハートありがとう。豆柴だ。豆柴。豆柴じゃん。アバター。かわいい、ひなさん。明日髪の毛どうしようかな。どうする？どうしよう。シャチホコしてみたら。そう、今日本当はシャチホコでこれお願いしたら無理でしたって言われて、あ、じゃあテンムスってことにしますねってメイクさんに言ったんよ。ピヨンってやった。確かに。ピヨン。ショートカット風とかできないのかな。無理か。ね、わかる。だって髪の毛さ、ドライヤーめんどくさいよね。女子の本音ね、めんどくさいよね。マジでそうだよ、うん、15分20分さ、ずっとかけてる、うん、めんどくさいよね。なんか人生のさ、ドライヤーの時間を毎日こう積み重ねたら人生の何年分とかになりそう。え、確かになりそう、ね、それくらいめんどくさい。絶対なる。え、でも自分自然乾燥は暇あるけどねえ。ルナちゃん髪伸びてたわ、ね、そう。でも成人式終わったら切ろうかと。あ、そうじゃん、成人じゃん。そう、振り袖決めたの？え、何も決めてない。え、前撮りは？え、ない。しないの？多分しない。レイルもしてないから。あ、そうなの、うん、スチューでないのかな。あるやろ、毎年ある。まだ言われんのか。去年はミホたちクアトロでしとったよ。したよね、うん。国語神社行って、パセリコール聞こえた。ね、コール聞こえるよね、ステージからで。ね。いいよね、ありがとう。うん。しかもスタンディングだからみんな腹から声出してるって感じがする。腹から出てるって感じよ。ほんまに楽しすぎる。うなちゃん短パンで成人式の写真撮ってって言ってるよ。いや、ちょっとそれ。こんばんは。アイスクイーンさんのルームですか。そうです、アバターあげちゃいます。お、みんなどんどんアバター変わってる、ありがとう。マジでスタンディングと見分けがつかなくなっちゃう。同じ名前の方とかいるから、たまに。こんばんは。文吾さん、真珠ありがとう。うちわとか見えてるよ。見えてるんだよね、最高列でも。いいよね、うん、めっちゃ見える。めっちゃわかりやすい、わかりやすすぎる。え、ブルーライブスタンディングでできんのかな。あ、こうライブハウスよね、ワンドリンク取るけん。クアトロスタンディングできるよね。確かに。クアトロスタンディングだっけ。クアトロは座っとる。でもいけるんじゃない。だってさ、今日最前めっちゃ近かったよね。いや、それほんまにそう。絶対に、え、わかる。汗ともう毛穴まで見えとんやろうなと思って。そう、え、だってなんかの時に一杯の水かなで一列目で踊ってる時に、あの、回ったら飛ぶよね、雫が見えた。え、わかる。ごめんって思いながら、本当に申し訳なくなる。ほんまにそう。え、絶対汗臭いやろうなと思いながら踊ってるもん。きよりさん、お疲れ、ありがとう。2学期は学級委員さん、バラありがとう。こんばんは。いや、確かにそうか、スタンディング疲れるな、お客さんは。そっか、座りたいの、みんな。クロさん、タコありがとう。座席ありでさ、ライブ中はスタンディングみたいな、と MC 中とか座って。でもそれが普通じゃなかった、もともとコロナ禍前はライブとか。え、そうなの。うん、そうだったよ。パセが通ってた頃は
あの AKB さんとか。え、そうか。そう。AKB とかの劇場もそうってこと？多分そうだった気がするけど、違ったかね。あれかと思った。バンドとかのライブだったとか。で MC とかで座るみたいな。確か。いうのも、生命さんのソロライブ見に行った時に、うん、そうだったんよ。うん。あのアステルプラザで。あったん？そう。へえ。学校席があるけん。うん。MC 中は座ってくださいみたいな言ってくれて、うん、では次の曲行くけ立ってみたいな感じだったけど、と思って毛穴とか見えなかった、安心安心だわ。黒さんラブレター、バラちゃんハットバラありがとう、アイスもありがとう。神戸は座りだったんだ。うん、そう、神戸は亀子があったっけ。ああ確かに亀子があるとこは座りかも。東京とか、東京亀子、大阪も亀子、亀子、わお、多分亀子。やばいじゃん、今日みたいに汗かいちゃったら。え、でもね、汗消せるらしいんよ亀子って。パセリの汗消してくれとんよ亀子さん。そう、消しましたって見たもんこの前。私を撮る皆さん、あとお聞きしてください。本当申し訳ないよね。絶対変よね、編集とか。うん、なんでマイカーでこの代謝いいんやろうね。2期生、2期生ね。本当にそれ。先輩はマジで。マイカーの時にさ、うん、あの汗の総量を測ってみたいな。ね、絶対やばいよね。さ、チャートリ全員でも一人にならない。うん、絶対そうだわ。え、マジでもう最初のブロック終わった時点で、うん、前髪めちゃめちゃすぎて、うん、もう諦めた。え、固めんかった？え、固めたよ。固めなのに。固めたけど、うん、汗でもうペタってなって、ああ、もういいやってなった。前髪大事よね。で、その時にサラピが後ろっていうか横で前髪、うん、あのいじよって、うん、マサラピの前髪すげえって思って、ね、汗かいとらんし、なんでって思って。アイドルやマジで、ね、マジでアイドルの前髪。あれはパスケも崩れまくりやった。なんかさ、よくさ、うん、出てくるじゃん、そのアイドルの前髪作り方。うんうんうん、同じことやっとるはずなのにね。なんでって思う。すごいよね。いやだって前髪もメイクさんに頼むけんさ、うん、やってもらいよ。そう、どのアイドルさんも同じやり方だと思うのに。確かにね、やってもらっとるならなおさらね。自己流じゃないの。え、今日はね、暑かったよね、なんかステージ。あ、そうなん。え、でもクワトロとかと比べたら全然、ね、クワトロはもうマジでめっちゃ暑いよね。暑い、ライトが近いんだと思う。うわ、それ、ね、後ろ向いたりしたらさ、そう、めっちゃもうピカーンってなって、多分あれで日焼けするやろってぐらいには暑い。本当に暑い。いやー、マジ楽しかったな、名古屋。ね、次東京、もうすぐやん。来週やば。ね、ドキドキ。1ヶ月後、大阪。打ち上げ祭もあるけん。うなちゃん、大学、新潟があるか。そう、うな、大学あるけん。いつ？うん、9月。あ、もう始まっとる。大変や。始まってる。大変や。いっぱいおったら立ち位置もさ、番号増えるけん大変やん。え、増えるんかな。え、どうやろう。変わる、それはやだ、やめてくれ。変わりそうじゃない。振りもなんかさ、あのいつもの16人と後ろなんか、え、後ろに14人も付け足せるかね。ああ、どんぐらいのヒルさんだろうね。とりあえず研究生の時の夏ツアーは、うん、6人プラスだったっけ。16プラス6だったっけ、うん、とかだったか、8だったっけ。だったっけ。まだ付け足せれたよね。うん、どうなるんやろ。なまだね、東京とかのやつやってないけんね、分からん。16人ずつでこう入れ替わり出るんかと思って。ね、それ思った。はこっち、うん、こっちは16人。それも、いや、いい、あり。日本語喋れんかった。ミチさんはフルってこと。そうね。わー、きつい。確かに。か、うなちゃんたちが、うん、また違うとこ覚えるか。あ、うなが
うのが誰かのとこ覚えると覚えたらいいじゃん。きついな頑張ってきついね。どうなるんだか。全員出場、出場、出演だもんね。出場、大会アスリートかな。いや最近自分の考えがアスリートすぎて気持ち悪いよな。マジで。どういう時？だってね、いつだったっけ、8月12日の大阪のフェスの前日に筋膜ローラー1時間した。ねえ、やばい、めっちゃやるやん。意味あるそんな1時間して。逆になんか良くないんやない？めっちゃ、全身やったら。え？もう首、首とか。え、あれじゃない？ふくらはぎとかじゃなくて？首もやった。え、やば。肩とか。背中、背中のこの何真ん中に乗っけて、こうやってこうやって。痛くない？あれ。え、ちょっと痛かった。それがさ、そのむくみ取るとかじゃなくて、怪我せんためにやろうって思って、久々のライブだったけん。そうだね。受験ずっとやりよった。お前方がバカだなって思って。忘れっぽいもっちさん、ハート100個ありがとう。いや、ほんまに試合前のさ、インヌさん、ハートありがとう。マジでそう。自然淘汰。今日は愛子がセンターでしたな。ね。うながね、いるから愛子がセンター。そうそうそう。ということは明日誰がセンターなんだ。誰だろう明日。お楽しみに。お楽しみに。リネタンが入るから。どこでしょう。多分それはさ、神戸のさ2日目とか見たら多分わかるんやろうね。わかる人。神戸の2日目を見ればリネのポジション見たらさ、わかったりするのかな。どうでしょうね。クロさんありがとう。スタンプありがとう。え、神戸の2日間はソラハさんがセンターやったよね。うん、そう。この後からが変わっとる。そう、この前サーヤンだった。サヤカリンがおったから。サヤカリン福岡サーヤンセンターやった。そう、誰だろうね。自然淘汰のセンターはね、私は本当に、お楽しみに。グルメ担当じゃないよ私、それ PR 舞台の時の話よ。もう今やってません。もうグルメ担当はもうせん。マジでスタンディング楽しい。自然淘汰の片足でちょいちょいする振り付き。どれちょいちょいしてる。ちょいちょい片足ちょいちょい。でも言いたいことわかる。あれでしょ、こういう、あ、これ前後ろってかけるやつでしょ。それか、髪のね。片足ちょいちょい、やばい。なんか残ろうか、残りな。え、なんか自然淘汰謎に頑張った。うなちゃんおりめんや。そうなだけおりめんや今日。じゃけちょっとこれは選抜に負けちゃいかんと思って、うん、頑張った。みんな言うやんそれ。頑張ったけど体感なさすぎて。エポスも頑張った。エポスこの福岡でさ、うん、あの自然淘汰は、うん、あの折り面の分まで頑張るぞってしすぎたら、配信見たら顔がずっと鬼みたいにさ険しくて。いや、あれは反省した。体力使うよ。かっこつけたつもりがもう、もう顔が見てられんかった。自然淘汰の振付師さんのツイッターとかたまにおすすめとかで出てくるんやけどさ。うん、出てくるね。そのレッスンの動画踊っとったよね。うん、あれかっこいいよね。ね、でもちょっとなんかうちらと違う感じじゃない。そう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 。ね、まあでも本家さんだからね、そっちが。マジでかっこいい。かっこいい曲好きよ。かっこいい曲。え、パレは良かったって嬉しい。パレは実はタタタタタタタ、あ、ケイさんの8期のオーディションの最終で踊ったんですよ。 SK のダンスの先生なのかな、から直接教わって踊った曲だったから、ちょっとあれも頑張った。あかりんさんをね言ってたね、楽屋で話しとったね。そうそうそう、オーディションなんです。私は2時で落ちたからね、ダンスなかったんですよ。2時は面接だったんだけど。確か SK の時は、うん、なんか普通さ、最終でダンスと歌両方やって合格発表じゃん。うん、なのに SK は確かダンスだけで先に合格発表があって、それ受かったら残って歌っていいよみたいな感じだった気がした。え、多分そうなのか。だったけど多分ダンス
ダンスのコラント歌えなくて、うん、めっちゃ頑張った記憶。パフェオファーエメラルド、今日ありがとう、こちらこそありがとう、またお友達が会いに来てください。嬉しい。明日も、明日も当日券あるよね。うん、ある。明日もぜひお友達を誘って、私はいない。お友達を10人ぐらい誘って。え、でもさ、当日券あるって思わんくらい人たくさん来てくださってるよね。よね、うん、福岡の時もね、当日券あったけどもうぎゅうぎゅうだったよ。立ち見屋券かな、入れるんかな、いっぱい。当日券で完売したとか。ああ、そうなんかな。マジでぎゅうぎゅうだった。曲のタイトル略し方独特 STA、 あら、え、嘘、曲のタイトル略し方独特 STA って、暗闇、風を持つ、大好きな人、無謀、無謀夢、あ、無謀って言うんじゃない、無謀、おもこい、え、ごめさまもあったんかわからん。え、ごめさまって言うよね、でも言う、 SK さんも言うんかな、どうだろう。なんかダンスの先生がごめさまって言い始めたけんさ、うん、ごめさまでいいんかなって、ごめさまって言うけどさ、え、笑顔のチャンス、えがちゃんっていう、あ、えがちゃん、えがちゃん、マジで先生聞いた時びっくりした、うん、私もびっくりした、え、あのって芸人さん、うん、いいじゃん、江頭さんでしょ、そう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 、あれのことかと思って、うん、と思ってびっくりした。あ、ごめさまって言うの、カモメダンス、生きここって私言ったことないよね。息をする心って言っちゃう。生きここっていうの。え、そう、多分選抜じゃは言わんのかもしれん。多分レッスンでさ、先生が言うけんさ、うんうんうん、生きここになるんかな。あ、アンダーの振り付けの振り写しの時にってこと。うん、かな。生きここって言い始めた。かな。私振り写しのレッスン多分何も言ってない。え？あ、ガールズルールは歩行を組んでもらって。うん。そうよね。だって全然思わんかったもんね。南さんとやって、うん、そう、なんか仕事とかかぶっとったらね、そう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 、で休んでらないからね。でパレオとゴメ様はみんなと一緒にやったやん、あれだけ多分。ええ、永遠より続くよう に, くように自分で覚えたん。うん、ええー、じゃあ今日本番迎えたけど、うん、あったんかわからない。でも目の前にみちさんがおったけ、うん、動き同じにしとけば正解かなみたいな。え、そんな感じなん。でも昨日一緒に自習したけどさ、普通にできとったからさ。え、そうそうな、うん、レッスンの動画見て、うん、もうずれてないけいいかなみたいな。すごっ、甘すぎかな考え。すごっ、いっちゃんファイト、ありがとう。フルでやった曲とかの2番も、うん、あ、全部もうあれできた、通り過ぎる人の群れは、え、多分左右左ピョンダンダンダ、右左右テンテテン、できた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 、できたけど通る場所があったかわからん。もう多分なんか可愛すぎて、うん、しかも何回やっても通り過ぎるから歌ってしまうの。え、そう、いつも歌ったんな、なんかマイク持ったんなと思ったよ。え、でも気づいたら通りみたいな。え、そう、ちゃんとさ、なんかリハの時歌っとったけど本番途中で撮ったやん。そう、絶対マイク持ってっちゃう。ケンさん、ハートギフトありがとう。大江ダイモンドは昇格コンサートだったっけ。え、よね、うん、昇格、ね、ツアーでやった、昇格ツアーでやったから。ジロ君、ハートありがとう。ててそう、ごめんねさま。え、誰好きって言う。誰好き、好きなれも言う。え、誰好きは何。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。好きなれは好きになれただけでしょ。ダメダメ、私一緒になってた今。トゥルストゥストゥルルルが好きなれよ。トゥトゥトゥチュチュルチュが誰好き。ああ、みんな好きって言葉好きだね。うん、混ざるよね、そこ。ね、15分だけするとか言ってさ、めちゃめちゃ喋ってめちゃ喋っとる。いいんじゃけど別に。ね、まったり。まったりしょ。おえ。え、瀬戸内の声の2番も。初めてやったよね、日記さん。レッスンも全員揃わんかったし、うん、今日の日本はやってないじゃん、飛ばしたじゃん、うん、じゃけさ、あの2番歌い終わってどこに入るかわからんけど、とりあえず。え、でもできとったよ、大丈夫だった。あ、取ったんかな。同じ動線だった、他のメンバーもっと人数おると思ったけんさ、円弧ぎゅうぎゅうに、うん、いや、うちがガラガラよ、うん、そうだよ、前めっちゃ怖かったと思って、ガラガラ
むずいよねあれ。しかもユミリンさ、多分ユナが後ろ振り返った瞬間に、うん、歌割りなんかわからんけど、うん、円から外れてきたんよ、うん、外れる人おる、うん、どこって思ったけど、うん、とりあえず回った迷子になった、うん、とりあえず練習通りついてってみたできてたよ、大丈夫だった。マジで今回ギリギリすぎて全部がボクボク、そして僕は僕じゃなくなる。ボクボクって言うの？え、でも言う人もおる気がする。ボクボク。でもパズは、え、私は全部言っちゃう。そして僕は僕じゃなくなる。あ、確かに。漢字がさ、木に木って出てくる。ボクボク。木に。林やん。お前は。え、息をする心、でもさ、息をする心みたいな。息をする心、息をする心、え、息をする心やろ。え、息をする心な、え、どっちな、まあ、広島弁じゃん。なんかさ、ヘタレもさ、ヘタレたちよってヘタレたちよとさ、なんか広島の、ね、そう、広島メンバーはヘタレたちよって言っちゃうみたいな、なんかダンスの先生が言っとった。広島人じゃないかもしれないようだ。え、分からん、何があったんか分からんくなる、そう言われたら。誰たちよ、息をする心。え、千穂さんどっち？え、千穂さん多分広島弁だと心な気がする。違うかな、ストーチの声。ストーチの声、ストーチの声だよね。瀬戸声っていう人もいるっぽいね。うん、足裏見せてください。嫌です。私の足裏が見えそううなちゃんが見せてくれそうです嫌です。鏡を立てかけて自分の足を見たらいいと思います。え、自分の足裏見えるくない？別に確かに見えた見えるくない本当じゃん、本当じゃん。鏡いらんよ別に。自分でもやだ、絶対足裏見せたくないね。ていうか別に見せたところで何な、うん、別にね。え、あの、何ですかって感じ。ヤンマガウェブの時必死に隠したもん。なんでなんかあるん？寝そべってさ、うん、足曲げてみたいな、うんうんうん、絶対映るやんと思ったけど、もうグイッ。なんで？いいよ別に。え、右足なんかさ、めっちゃ何？体重のさ、バランスでさ、うん、なんか渦みたいにできたんよ。硬いところいっぱいあるんよ。あー、右と手かかっとって、左は綺麗だよ、それ落としたんよ。てか右絶対見せた。大丈夫、加工されるけ確かに、ヤンマが多いね。きっと。そういうの、雑誌とかは。明日同じ T シャツで行くけど洗濯するから大丈夫だからねって。どういうこと？心配してないよ。同じ T シャツ？同じ服で行くけど洗濯しとるよって。わかった。ファブリーズしとけば OK よ。え、ダメそういう考え。でも夏は厳しくない？私汗のかき具合にもよるけど、どうなんだ？ライブの時ってみんな汗かいてんのかな？かきそう。だってあのいっぱい人がおるし、うん、並んだりとか暑そう。確かに。今もう早くさ、お風呂にさ入ってるね。綺麗な状態でゴロンってしたい。お風呂入ってくるパシ。先いいよ。喋りよこうか。やだよ。音入るじゃん。並べて。尾崎セリカちゃんと足のサイズ合わせますか。じゃあ私24センチだから24センチにしてね。え、パシ24なの？うん。うな？24.5。ほぼ一緒や。なんかもっとちっちゃいイメージだった。え、昨日リコちゃんにも言っとったよね。え、チコちっちゃくない？衣装の靴は。え、なんかさ、昨日の靴ちっちゃく見えたよね。あの声ラジの時。そうそうそう。あのローファーみたいな可愛いやつね。こじんまりして、こじんまり。可愛かったよね。なんかアンよみたいな。アンよ、可愛かったよね。誰がちっちゃいんだっけ？アンピーだっけ？え？誰かちっちゃいよね、でも。背の割にちっちゃいよ。うん。あと背の割にでかいみたいなのもあるよね、絶対。アリちゃんさんだっけ？大きいん？違ったっけ？25とか26とか。え？そんな？違ったっけ？確かにドライヤー風量あるかな、心配だ。持ってくればよかった。ドライヤー？うん。家でも明日帰る気いいかなとか思って持ってきてない。バスも持ってきてない。そろそろ帰ろうかと思ってる自然乾燥のつもりもしかしていや、ある程度乾かしてドライヤーで。うん、長いもんね、めんどくさいね。マジでさ、いや、本当にめんどくさいよね、ドライヤーって。なんだめんどくさい。いや、ちゃんとストレートに、うん、あの、綺麗に乾かそうとしたら30分かかる。
え、わかる。じゃあ、うん、もう乾いたらいいかなぐらい。だったらまあ15分とか。え、わかる。伸ばしながらこう乾かした方がいいけどさ、もうスマホ触りながらこうやって。え、なんかでも最近さ、なんかあの、ああスタンドのやつ、うんうん。知っとる？あるね。あ、欲しいやけど。エディオンとかで売っとるよ。そう。誰かタンプレでもらおうか。あれ高くない？でも高いよあれ。絶対高いよ。何万とかしそうよね。うん、そう。え、でもなんかね、コメントでこの前アンナンちゃんにあるって来たよね。アンピーの家にあるよみたいな。実家じゃなくて普通に、多分コメント情報やけど。マジかね。仕事中無反応いっちゃん、誰もありがとう。なんか美容師さんに、うん、髪は下から乾かしてダメだよって言われて、うん、そうだ、上からよ。え、そう、落ちてくるけらしいよね、うん、じゃけ、あ、なんか机に置くやつはおばあちゃん家にあるんや。でこう下からボーッ、えダメやん。え、そうなの。え、なんかあれよ、髪の毛の流れがあるけん上からせんと開いちゃうみたいな。じゃけん自分で持ったらこうじゃん、うん、でもおばあちゃんちはこうじゃけん。いや、まあ、でもダメじゃん。今さ、よくない。別にアイドルでもないしさ、髪短いしさ、確かに。ママはアイなんかなとか。スタンドが欲しい。ジージに言ったらさ、作ろうかって言われて、うん、アンピーが卒業する前にみんなでアンピーの家に行ってさ、借りよう。お試し、よかったら買うみたいな。お試ししに行こうか。髪乾かす係やりますって立候補者いるけど。いや、でもこだわりは。うなちゃんファンだよ。うなちゃんファンだよ。え、ほんと？マジ？え、うん、こっちもコメントしてくれたんかな。名古屋一日目お疲れ様でした。ありがとう、ありがとうございます。そう、なんか久々にこんなゆっくり喋った。うなと喋るけどね、とか喋るけどってかさ、え、そう、ほんと会わんの。昨日会ったけどね、2人で自主練した。楽しかったね、2人でやって。動線とか何もわからんかったね。2人しかおらんから、ただ自分の動きを確認するみたいな。3期生来てさ、ね、気まずかったね。走って帰って。あ、だってさ、メイクせずに行ったからさ、なんか恥ずかしかったけん急いで帰っちゃった。え、でもいつかはさ、3期とはすっぴん見せるやろ。でもなんか、いつかはこの程度かって思われたら悲しいやん。そんな思うやろけど、サッチーがお疲れ様ですってさ言ってくれてさ、なんていい子なのと。喋ったことある？3期と。3期は、うん、いや、ない今だ。あれ以来、6周年以来。ああ、そうだね。会わんもんね。お話し会の頃、うん、全然会わない。あ、話し会もあるか。レッスン上ですれ違いもせん。この前だけレアだった。あ、そうなの、うん、マジで会わない。お話し会で会っても挨拶ぐらいしかせん。うん、楽屋でね。あんま喋りかけてくる子おらんよね。え、でも自分ら最初そうだったんか。え、でも自分ら最初あれよね、コロナでけんさ、うん、会ってなかった。先輩と会わんかったね。昇格してからよね、多分。うん、喋り始めた。うなは後輩やったら、あずみが一番仲いいやん。うん、元から仲いいもんね、ずっとね。アクターズから一緒だからさ。いや、あずみがさ、うん、気使ってさ、うん、え、ね、最初敬語やったくない？なんか、え、そうね、それもあるし、なんか LINE グループ抜けたいの。うん、あの、なんていう、その ST をさ、うん、先輩とさ、うん、研究生たちは、うん、連絡取っちゃダメって言われるけん、うん、でもともとあったグループを、うん、グループってそのスプラッシュの同期3人の LINE グループがあったのに、わざわざ抜けたいの、うん、で3人でご飯行きたいねって言ったんやけど、そのもう一人の間の子、うん、カレンダーアプリの子のもう、あなんか会おうみたいな話してるけど、全然予定合わなくて結局行ってない。難しいね、近くにおるのにね。同じグループなのにね。そう、あ、マジで早く昇格してくれ。うん、本当だよ。本当に何を研究するんだこれ以上。いや、ほんまにさ、マジですごい。研究機会いや、2期生よりもできるよ。歌うまくてダンスうまくてすごい。カズさん、なんだこれは。今ハワイアンのギフトなのね。そう。ギフトが何かわからなすぎてめっちゃ近づいてる。森健源がさん、ハートありがとう。
同じくハートありがとうございます。レスくれました。レスはあげましたよ。何回も目あったと私は思ってたけど、あってなかったのかな、もしかして。え、マジでさ、めっちゃ前の方におるファンの人しか見つけれんかった。嘘。いや、今日はでもライトがみんな見えてたのかな。でもこっちは見えてたよ。パス全然見えてたもん。最高列までしっかり。12時に切れるんだっけ。うん、もう終わる。今40分。え、早。しんいちさん、カップアイスありがとう。私は今からカップラーメンを食べるよ。見せてやりな。それな、見せてやりな。名古屋アピールせんと。みんなに夜食タイムを一緒に味わわせよう。もう太らせようや、一緒に。やばい、もう筋肉痛だわ。ね、早くない？若すぎ。もう痛い、ここら辺。19歳若すぎだよ。じゃじゃーん。スガキやらーもん。コンビニで買いました。そう。うなちゃんがコンビニでゲットしました。え、お土産屋に買えばよかったな。ママとパパに。カップラーメン大好きだよ。ねえねは？ねえねはね、カップそば。そば？うどん。うどん？あの辛いのは好き？あ、なんか赤辛みたいなってやん、コンビニに。あ、辛いのはパパしか食べんな。パパ。パパいいね、もう来パパ来週名古屋来ないよ、しゅっちゃんで。あ、じゃあいいわ。自分で買って食べてもらおうや。ギリ前2日。うん。でスーツケース同じの使うけん荷物どうする問題を昨日話しようって。なんでどうする、別にいいやろ、間に合うじゃん。あー、東京、東京の時ってことか。そうそうそう、 東京が31回ね。うん、あるじゃん、うん、でパパ帰ってくる30の夜らしいんよ。パパが使った後の31回食べるじゃん。うん、昼とか言うことないけさ、多分もう、夜中パパが帰ってくるの待っとくか、朝一早起きて準備するから。あどっちにしようっていう問題が。パパ。パパは来週名古屋に来るらしい。名古屋の皆さん、よろしくお願いします。見つけたらぜひ。見つけたら声かけてください。パパの顔は公開されてないね。ネーネの顔は公開されてるけど。そうなん？すでに元アクターズやけん。あ、知ってる人は知ってるかも。いや、私も思った。パパがさ着た服とかが1日入ったスーツケースいけるんやと思って。うなちゃんはどういうこと？パパの服なんか入って、パパちゃんとビニール袋入れるんや。ああ、だからだそうです。うコメント欄で聞いた。え、やだ、絶対さパパとスマホ入れてるやつ。うなちゃんね、パパにめっちゃ厳しいんですよ。え、チリパでもさ、チリパの収録の時もさ、なんか佐竹さんがさ、なんか、あ、チリパ、うん、チリパ、え、ね、パパは、なんかパパ、うん、そう、運転係だからいいんですとか言ってめっちゃ冷たくて、いつも言うんですよ。もっと優しくしてあげてほしい。いやー、優しくできんな、マジで。いつもね、もマジで、ね、パパに冷たい。今ドライブに、ドライブ中毒すぎて、うん、まだハマっとる。やばいよね、ご飯中はさ、うん、やっとん。え、それはやめよう。しかも運転中もよ。え、それはダメよ。あの時とかも、うん、7時になったら、うん、なんかコンビニ泊まっていいみたいな。あ、泊まってちゃんとね、ドライブして、で30分ぐらい経ったらよし行こうみたいな。終わったんだギルバトみたいな。やばいパパはいやん。え、しかも携帯2台持ちよ。アカウントドライブ、え、なんかうなが送ってきたさ、あの兵庫の神戸の空港のね、ブロッコリーか、うん、ブロッコリーのオブジェのパパのね写真送ってくれたんですよ、うなちゃん。携帯持っとったね。え、あれ多分7時のドライブタイム、10時かな、どっちやろ。ドライブタイムやね、え、優しくしてあげて。携帯2台持ちでドライブハマってます。こんなにゲーム中毒、そう、スマホ中毒の人、ドライブがまだメンバーもやりよった頃は、うん、うなちゃんのパパとかがやってないよ。え、メンバーがやっとる間はやってない。え、でもさ、あれ送ってきてたじゃん。え、なんかやってないっていうか、アカウントは作ったけど、うん、その STU がやり始めて、うん、でもそんなもうなんていう、ご飯よりもドライブみたいなことはなかった。今ハマったもん。終わってからハマった。その後 SK さんだったっけ、コラボしとったじゃん、うんうんうん、あの時はまあまあガチでやりよった。あ、自分のグループはね。え、でもね、多分課金はしてないよね、じゃずっと、うん、いや、パパ見とるやろ配信。見とる、多分見とる。
悲しい。別に本人はっても言うもん。ね、いつも厳しい。言うもん全然。パパ、いつもありがとうございます。たまに言うんだけど助手席乗っとったら、うん、あの渡してくる。あの、あやってって。なんで、あるじゃん4つぐらいボタンが。うん、押しといてって。これ押して、あれ押してみたいな。えでもこういうもんだよね、多分これが普通じゃない。えそうな、世間的に。でも私はさ、ずっと離れて暮らしとるからさ、うん、そう思うんだけど、ずっと一緒に暮らしたらきっとこれが正常な気がする。えでも二台持ちでご飯中はさ、まあ、スマホ依存してるじゃない、うん、えそれは依存。それはちょっとやばすぎる。娘がいつまでも実家にいると限らんのやから。いやほんとそうよ、喋るべきですよ。もう1ヶ月後とかにはさ、東京とか行ったらどうする、ね、だっけ。他の事務所決まりましたとか言ってさ、急に急に出社するん。誰も相手してくれんくなるよ。ねえ、ママは、ママは相手せんもん。ねえでも相手したらあんまり。じゃ、うなちゃんだけや。うん、うな優しいと思うよ、家族の中に。これで優しい。そうです、優しい方だよ。しかもね、昔はハムスター飼っとったけどさ、うん、仕事終わりに、うん、ハムスターって夜行性なんよ、うんうん、仕事終わりにあの夜その回し車の音とかが聞こえるのが、うん、落ち着くって言ったんやけど、うん、もう今鳥しかおらんけん、うん、鳥は夜寝かすけん。え、鳥夜起きとらんの？夜は寝かす、カバーかけて。寝かすと人間と一緒。そうなんや。相手してくれる人が。あ、ハムちゃんもいないからもうユナだけだよ。でも鳥起こし出すかもよ。起きろって言って。かわいそう。モビさん、ハートありがとう。マジでパパさ、普通にオタクになればいいのに。パパって思う。そしたらオタ友できそうじゃない？え、みんなと？え、じゃあさ、みんなあの現場で仲良くなった人が気づいたら、あ、そう、うなちゃんのパパみたいな。今度うちの家族と飲みに行きましょうよとか言ってさ、うなちゃん来る？気まず、気まず。それは嫌だ。気まずすぎるよ、それは。パパ在宅オタじゃん。ライブ来んの？ん？ライブ。ライブ来んね。え、なんか生誕祭の時もさ、家族誘っていいよって言われるけんさ、うん、パパも行くみたいに言ったけど、うん、なんか行かんかったよ。へえー、おいでよね。ママとネーネーだけ来た。マイカー公演とか次出る時ね。ほんまにそうよ。どうする、誰よりもコールしとったら。かわいい。ちゃんと思う、多分。え、勉強してくるよ、きっと。するかね。いや、でもね、多分ガチになったらガチになるよ、多分。またハマっちゃう。ガチになったら多分そう、めちゃめちゃハマるんや。でも今友達がさ、広島の地下アイドルのオタクになりかけてて、うん、めっちゃコールとかするの、うん、びっくりする。でもコール難しい。それな、あのトラヒーの日本語バージョン言えるけど、タイガーファイヤーの順番が一生覚えれん。いや、もう覚えれん、適当。適当に言ったの？コールせんやろ、うなちゃん。出とる側や。え、でも言うの、たまになんかステージで一緒に言うる。え、わかる、言っちゃう。あの、夢時間とか。あ、わかる、言いたいことがあるんだよって言って。言いよるけど。ガチ恋工場言っちゃうよね。一人で言わせたら多分、一通り言えんよ。愛してる、言うてますよ、メンバーも。あの、楽しいよね、一緒になって言うの。うん、楽しい。あと、ペダルの、あの、夢に近づけばいいとかのなんかコール、おいおいおい、うん、好き。いっぱいコールしてください、皆さん。コールマジで、もうコールがあるともうライブが盛り上がって最高です。パパさん、おしみを作るところからだって。パセをして、だったから、ね、パセリさんにしよう。本当にパセをしどう。テチテチさん、ハートありがとう。ペンライト持ったことないよ、ほぼ。エメラルドグリーンと白おすすめ。パセリ、パセリ推しになりましょう。明日は今日の倍コールします。わ、楽しみだ。じゃあパセも一緒にコールしよう。ミクさんとかさ、チムさんがさ、うん、ユーハンさんの、あ、出てたね。わ、パパ、俺の時にわざわざスクショ送ってきた。ツイッターかなんかのスクショ送ってきた。なんでユーナ出れんのって、会えんねって言われたっけ。そうじゃねって。
ルナちゃんもいつか会えるかな。いつか。明日はピオリンを食べてから帰るの。私明後日もねこっちでお仕事でございます。 STU チャンネル出ます。見てください。うなちゃんのパパも STU チャンネルぜひ見てください。明後日18時から。ニコ生だよ。ニコ生だよ。マジで在宅オタ。でもグッズとかは、うん、買っとる。え、でも公式のグッズじゃない、あのね、などこのグッズ買ったの。何のグッズ買ったやつ知らん。あ、ワンダー。あ、それ私は持っとる。あれを全種類集めて。一緒。箱買いとか。え、気が合うねパパ。友達になろうかな。パパと、うん、あのおたトークをしてあげて。うん、HKT の最高回やるならコールを覚えないといけなくなる。やったことあるよ。ほんまよ、あれメンバー言うくない。うん、歌詞っていう。でもパセタイガーの係だったけんね。あ、一人ずつしか言わんのあれって。そう、ポーズ一人ずつだから。あー、そういうことね。自分のとこ全部言ったと思った。分からん、 PR 舞台やったけんかな。いや、分からん。16年やったら全員で言うかな。え、でもさ、本家もなんかポーズしてる気がする。うん、タイガーの係。なんか一人ずつなんじゃない。しんちゃんさん、レインボースターありがとう。え、多分ね、多分見とらん。娘の初日ですよ。本当そうだよ。うなちゃんパパ。うなパパ多分娘には興味ない。なんで？身近におるのに。え、でも娘には興味ないやろ。え、私のお父さんね、単身赴任しとるけど、お父さんの部屋パセリのグッズだらけ。マジで。うん、すげえ、一番の。お母さんが私が買って送ったやつを持ってってくれる。そうなんや。信じたライフハートありがとう。55分。やば。ねえねえ、うちら15分配信終わろうねとか言ったの。え、15分からやったよね。うん、1時間。1時間15分。え、マジパーセントなら永遠喋れるんだけど、ね、毎日パーセントがいて配信一緒配信する。え、マジで一人で。パパのさ、個人情報さらされるだけだよ。パパが一生困るだけで。パパのこと愚痴、ずっとパパの話やん。いいよ、いいよ。パパハラハラしとるよきっと。名前とかバラされないか。ね、会社の人がね、うん、知っとって言うのがアイドルってこと。うん、じゃけね、あんまり下手な話できんのよね。弱みを握られとんか。あのパパが有給で休んでどっか旅行行ったりしたやつを、うん、その次の人にツイートするとバレるけん。あー、 うなちゃんがね、旅行、家族で旅行行ったよって言ったらバレるのか。そうそうそう、ツイッター見とったりするらしくて。あ、それは危険ですね。うまいね。家族旅行とか言ったらアウト。アウトか。この前福岡行ったのも、うん、え、そう、うのちゃんね、うのちゃんツアーのね直前に福岡におったんよね。メンバーを見たらしいです。そう、ネーネがペイペイドーム行きたいって言って、うん、ネーネがペイペイドームでグッズ見る間に、うん、横の HKT 劇場のところ、うん、で劇場あるの知っとったけん、あの、アーシャ見に行こうやとか言ってママと行ったら、メンバーが、SU のメンバーがあの制服着てあったわね。うん、STU チャンネルがあったけんね。さやかりんか、さらちゃんか、さやんか、誰かってことよね。え、でも走るのさらびっぽくない？え、みんな走るよ。え、でもなんかもう、すばし、なんていうの、早かった？うん、二、うん、人が遅いみたいな。さやかはさ、なんか本物一人やん。うん、ふわふわしてその走り方もめっちゃ早かった。見たらしいです。ママがあーって言って、え、行ったの？あーしゃ見たよ。ね、すごいよね、あそこ。それの？なんか門あるじゃん。うんうんうん。すごくない？劇場とかね。入ってみたいな。めっちゃ綺麗だった。え、行ったことある？あの、出張公演した。おお。PR。そう。びっくり。でもさ、うん、自分が通ってた頃の劇場ではないからさ、初めて。変わってるよね、場所ね。うん、そうそう。そう、前の劇場行ったことある？もう外は見に行った。あ。4期生のあれヤフオクドーム時代。そうそうそうそ そうよ。うなちゃんあちこち受け取るもんね。48は4期5期、 SKT は8期、 8期、
AKB16 期は書類落ち、私も16期書類落ち、ドラさんも書類落ち、私もドラさん書類落ち、SQ1期も書類落ち、私もね、意外となかなか受けとる、私も受けとるけど、ウーナも結構受けてる。普通に ST の1期処理落ちでさ、ドラさんも処理落ちなのに2期として入ってるのすごくない？ほんまにそう、安住とかもさ 2.5 期で入ってるのすごいよね。安住は2期から受けたんかな多分、うんうん、おったもんね最終。そう、あの時の安住の写真を消せずに持っとる、ポカーンとした写真。安住マジでさ可愛い、なんか赤ちゃんって感じの顔してる。え、安住赤ちゃんっぽい？2期生の時の写真見返したらほんわかしてる。あの後スプラッシュのリーダーになって、うん、変わったの、シャキッとしたなって思った。昔は、え、時間だったよ、なちゃん壇上読む時間、あ、ほんまじゃん、てかもう12時よ、え、勝手に消されてる、え、やばいやばいやばい、はい、開けます。13位みゆさん、13位ふくちゃん、12位けんさん、12位まちょるさん、11位なすまさん、11位かめさん、10位みずてずさん、10位じんないさん、9位ぴすけさん、9位じろくん、8位しげけさん、8位マークさん、7位あきさん、7位忘れっぽいもちさん、6位なるみさん、6位じのらごさん、5位かずさん、5位しんちゃんさん、4位もりけんぎがさん、4位あっちゃさん、3位かべさん、3位くろさん、2位あきらさん、2位いっちゃん、1位きよにさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日も見に来てくださった皆さんありがとうございます。汗汗、せーの、皆さん、はーい、はーい。ギフトもひげじしず先生ハートありがとうございます。もう12時ですね、早い、遅くまでお付き合いありがとうございました。早い、パセリルームの皆さんも、うなちゃんルームの皆さんありがとうございました、ありがとうございました。明日も名古屋でパセとかリネタンとかはまだまだライブがあるので2人しか出ん次々他のフェルムあるから、うん、私は帰るけど、うん、帰らんとって、帰りたくないもんして残ろ、明日も楽しんでください。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。こんな唐突な言い方。でももう時間ないもんね。ありがとう。うん、おやすみなさい。川端ね。バイバーイ。名古屋。川端ね。おやすみなさい。バイバーイ。